村翔もマーティン、レアードに回ります。逆方向レフトの前に持っていきました。今日もヒットを放った高部です。また打率が4割台に乗ってきます。いや本当によく打ってますね。よく打ってますね、はい、今日ちょっと静かだなと思ってたらやっぱ打つんですね、まあ、先ほどフォアボールそしてレフト前のヒット2度の出塁です。一軍定着を狙ってそしてレギュラー争いという高部ですが、セーフティー、三塁の前、面白いところ、俊足の高部ですがどうかと、ランナーに当たりましたが二塁に進むことはできません。記録はヒットのランプが灯っています。今日2本のヒットを放ちました高部です。いやこれで清水さん、オープン戦15本目のヒット。そうですよね、まあ、こういうのもね、はい、チャレンジしてこうことを起こすのでね、こういったヒットにもなりますよね。